はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日はエクスペ全選手徹底的に評価します。パート1ということで、今日からね、エクスペの選手評価をやっていきたいなと思います。さあ、全チーム、38チームかな。J1J2 合わせて、登場してるので、結構な、 人数の評価になるんですけれども、一人一人ね、ちゃんと丁寧にやっていきたいと思います。まあ、なのでね、まあ、確定権があるんですけれども、誰を取るか迷ってる人とかは、ちょっとでもね、まあ、参考にしていただければなと思います。はい、ということで、まあ、今日はね、まず手始めに J1 の、えー、チーム順にね、6選手、 まあ、J1 は18チームなので、666のパート3までを予定してます。で、本日パート1からパート3まで上げる予定なので、まあ、今日は J1 の選手、明日は J2 の選手ということで、まあ、2日間をかけて、ちょっと動画投稿しようかなと考えてますので、まあ、いつも通りなんですけどね、よろしくお願いします。 はい。ということでね、まあ、投票でね、選手が登場している以上、まあ、それなりにやっぱり期待されてる選手とか、まあ、若手の選手もそうだし、まあ、実際にね、実績残してる選手もそうなんですけれども、まあ、各チームね、それぞれ、まあ、どちらかに大体当てはまるぐらいの選手たちが出てきてるんじゃないかなと思うので、まあ、十分ね、期待値が高い限定ではあるんですけれども、で果たしてね、選手評価としては、まあ、どうなのかというところをね、しっかりと今日はやっていきます。よろしくお願いします。 ということで、じゃあまず一人目の選手から始めましょう。はい。えー、北海道コンサドーレ札幌の中島大河選手ですね。中島選手のスキル構成はまずまずですね。はい。スペクタクルヘッドとエースストライカー。まあね、最近直近でヘッドの、あのー、動画撮ったんですけれども、まあ全く活かせないわけじゃないんでね、今の環境ね。まあ使うとしたら、まあヘディングもしっかり活かしていきたいなっていうところですね。 はい、ただまあ、ツースキルのヘディングはね、なんせちょっと厳しいところがありまして、まあ、例えばヘディングを考えないとするとエースストライカー、まあエースストライカーは悪くないんですけどね、はいただまあ、ちょっとエースストライカーだけじゃちょっとね、寂しいなっていう、例えばこれが異次元シュートとかだったらね、無回転とかだったらまだ使いようがあるんですけれども、まあ、ちょっと限られてはくるかなっていう、まあクラちゃんとかでまあ使うんだったらって感じがしますけど、まあそれなりにチームしっかり組まないといけないし、 まあ結構そのまあ持ってる手持ちの選手によるんですけれども例えばまあ使うとしたらそうだなフラスルとかはもう使わずにまあ例えば 433B とか組むんだったらうんもうそうだなせめてアーリーかまあよくまあ一番いいのは多分スナイパークロス系とかかなと合わせるのがいいんでしょうけどうんなかなかちょっとね難しいとこがありますね。 まあそういったところを考えて、まあどうしてもね、ただ北海道コンサートで札幌のファンの方とか、まあクラブリンクとかついてるね、結構 EP いい感じで持ってる方とか、どうしても活かしたいと思うので、まあ生かすんだったらね、スペクタクルヘッドもね、裏30あるし、まあこのヘディングをどう活かすかでしょうね。うーん。って感じがしますね。まああとはボナツもまあオフェンスじゃないところはちょっとそうですね、エクスペとしてはちょっと評価が下がっちゃうかなって感じはするんですけれども、まあキラー取りやすかったりもしますしね。 まあキラにしてブースト振るとおそらくですけどうん14001500ぐらいいくんじゃないかなうんあちなみにねこれ結構聞かれるんですけれどもキラ,キラ計算ってね結構簡単で1.1掛けすればいいんですよねちなみにこう知ってる人いるかなまあ意外といると思うんですけどまあ例えばまあ例えばここからブーストとキラの合計値知りたいってなったらまず1263って書いてあるじゃないですかオフェンスシだったらこれを1.1掛けしてプラス110ぐらい足せばいいですよ そしたら大体の数字は出てくるんで、まあ、そうやって調べるといいと思います。はい。はい。では二人目なんですけれども、カシマアントラーズの鈴木優馬選手です。鈴木選手のね、スキル構成はまあ、まずまずというか、ちょっと尖ってますね。ここもね。<laughs> はい。尖ってると思います。オーバーヘッドシュートと起点の動きということで。まあ EP 稼ぐって意味ではまあ悪くはないと思うんですけどね。まあ起点の動きがある以上ね。 うん、ただまあ <laughs> まあでも僕は嫌いじゃないですよこういうタイプの選手む,かむしろこういうタイプの選手生かして勝ってやろうぐらいです思いたいぐらいの方なんで、まあ、嫌いじゃないんですけど、まあ、一般的な話をするとちょっと受け悪いだろうなっていうただねまあこれだけ言っておきたいんですけれどもオーバーヘッド発動者強いんで得点力が期待できないわけではないです、はい、ただ 安定というか、まあ、その、平均して成績を残すというよりも、まあ、どっちかって言ったら一発ある方のタイプなんで、うん、まあ、ジャイキリとかには向いてるかな。そのどうしてもやっぱり勝てそうじゃない相手とかに使うのはちょっと面白いなと、個人的には思います。ただ、ただこれも言えるんですけれども、まあ、鈴木優馬選手の今年の活躍を見てますと、まあ、正直これより全然いいカードが、もうすでにね、まあ、ストライカーとか出てますけど、今後も多分出てくると思います。いくつかね、限定はね。 出てくると思うし、なんならまあ、アウォーズとかにも選ばれておかしくないぐらいの活躍はしてると思うんで、まあそういったね、終盤とかにもまあ結構カードが出てくる可能性があるというところを考えると、まあ個人的には焦らずともまあいいんじゃないかなと思います。ここでわざわざ取らなくてもまあいくつかはまだチャンスはあるので、まあそのうちどっかで狙うとかでもいいし、まあ来シーズン以降もいるなら来シーズンカード、ね、来シーズン以降のカードも。 やっぱり、高グレで出てくる可能性も十分に高いと思うので、まあ、そんなに個人的に焦って取らなくてもいいカードかなと思ってしまいますね。はい。で使用するのはクラチャンって書いてますけれども、これリーグでも一応使えます、使えるんですがというところですね。さっきの通りですね。はい。でオーバーヘッドをね、どう活かすかになってきますね。オーバーヘッド活かすって結構、 ざっくり言ってますけれども、まあ、オーバーヘッドって意外なところで発動したりするんですよね。例えば、トップ下の浮き玉ちょっとしたね、パスの浮き玉とかでも拾って打つ場合もあるし、まあ、当然、クロスとかからね、拾って打つ場合もあるしとかね、そういった感じなので、まあ、意図せずところで発動するっていう面に関しては、まあ、得点力が全く期待できないわけではないので、まあ、ちょっとそういうね、まあ、僕みたいにひねくれた人とかは、ちょっと使ってみたら面白いのかもしれないですね。はい。 はい。じゃあ3人目なんですけれども、浦和レッズのアレクサンダー・ショルツ選手です。はい。スキル構成はいいと思います。まあ、ダイナミックインターセプトとハードタックルということで、まあ、インターセプトとタックルの AB のスキル構成です。だ今回の、まあ、個人的に当たり枠だと思いますね。ここはね。まあ、ボナ戦もディフェンスありますし、はい。もうここは、まあ、ディフェッチも1300超えてますし、 もう十分でしょう <laughs>。多分まあ単純計算、ブースト振っただけでも、多分ん、防弾性含めて1600は超えるんじゃないかな。うんだ、あとはまあどれぐらい上乗せできて、まあ2000ぐらいはね、目指したいですけどね。うん、ソックス振らずにね。はい。そんぐらいがまあ目指したいところですけども。まあただ、2スキルというところはね、ちょっと確かに気になるんですよね。うん。 まあ今、ショルツ選手といえばまあ95でね、フォーカス出てたりして3スキルとか持ってるんですけれども、ただね、まあ言いたいことがありまして、まああの3スキルと正直比べると僕は正直こっちの方がいいと思ってて、まあというのも、まあ選手カードとしての強さだったら僕はこっちを押したいなと思うんで、ショルツ選手を狙ってる人からしたら結構取ってもいいぐらいの強さになるんじゃないかなと、個人的には思います。なので、まあ今回のその、まあね、5回引くと、 ね、11連5回引くと確定権もらえるんですけれども、まあそれでショルツ選手を選ぶ人が結構多くても、まあおかしくないのかなと、個人的には思います。まあそれぐらい結構いいカードだと思います。はい。じゃあ次なんですけれども、柏レイソルのマテウス・サビオ選手です。はい。マテウス・サビオ選手のスキル構成は、まあいい方と言っておきましょう。はい。まあリーグ向きかな。はい。まあリーグ、なんでリーグ向きかというと、まあクラチャンでも当然使えるんですが、 まあ、ツースキルで、これはね、異次元シュートとチップパスっていうのは正直にあんま交わらない方だと思うんですね。うん。例えば、まあ、トップ下とかで使って、まあ、チップパス発動しないことはないんですけれども、発動はそんなに期待できない。まあ、シャドウも同じくなんですけども。ただ、逆に言ったら、サイドハーフとかウィングだったら、チップパスは生きるんですけれども、逆に次、異次元の発動率が落ちるというね。うーん。だからこういうスキル構成というのは、まあ、レイグでは別に悪くないんですけれども、どっちかを活かすと思えばね、 だらクラちゃんとしては正直どうなのかなっていうところあると思います。はい。まあめちゃくちゃいい構成とは言えないですね。やっぱりね。まあそれぞれは強いんですけどね。まあこういう組み合わせっていうのは結構今後も選手カードとしてはね、出てくると思うんですよ。まあてか出てきてるんですよね。今までもいっぱいね。まあなので、まあそのスキルの組み合わせとかもしっかり見るのも、まあ選手カードを評価する上で大事なことかなと思います。で、能力値とかボナセンに関しましては、まあボナセンオフェンスいいですね。はい。 で、まあ、オフェンス値も、まあ、1056か。まあ、ちょっとひ、まあ、でも、まあ、まあ、悪くはないかな。まあ、ただ、マテウス・サビオ選手といえば、うん、まあ、あれが出てるからな。月間ウエストゴールとか出てるんで、そっち持ってる人からしたら、ちょっと、ね、やっぱり劣っちゃうでしょうけど。うん。まあ、でも、このカード単体で見た時の感想としては、まあ、悪くはないかな。だから、どっちかで、まあ、割り切って使うんだったら悪くないかなと。 個人的には思います。まあ、生かすとしたら、異次元生かしたいところですけどね、能力値的にも。はい。まあ、どちらかで、まあ、ここ書いてあるとり、異次元メインなら、まあ、シャドウ OMF、チップメインなら、ウィング、サイドミッドフィルダー、ね。まあ、どっちかで使うかでね、まあ、決めたらいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、次なんですけれども、FC 東京の松木玖生選手ですね。松木選手のスキル構成は、まあ、いい方でしょうね。はい。 で使用するならね、まあ、クラちゃんでもガチでもいいと思います。はい。どちらでもいけると思います。まあ、ただこれちょっと注意が必要なのが、うん、まあ、クラちゃんだったら使いやすいですね。まあ、どっちかってクラちゃんの方が使いやすいんでしょうけど、リーグだと、うん、まあ、鋼の心臓はいいんですけどねで。無回転はね、このままだと期待はできないと思った方がいいです。はい。なので、まあ、スキル構成としてはね、どっちかに、うん、寄った方が正直良かったかな。 うん、それかステッチをもうちょっとオフェンス値が上がってれば、もうちょっとどうし、何かしようがあったかなって感じなんですけど、これ多分、センスとか相当盛らないと、オフェチが足りないかな。うん。まあよく言えばどっちも1200ぐらい欲しいとこなんですよね。このスキル構成だと。うん、ただまあディフェチはね、まあボナ戦入れて、まあブースト入れたら多分届くと思うんですけれども、オフェチをあとどうするか。かどっちかなんですよね。ボナ戦、リーグで使うとしても、 ディフェンスを固くするのか、まあオフェンスを上げに行って、まあ、ね、無回転もちょっと生かしに行くのかっていうところも考えもあるんですけれども、まあ個人的にはただこのカードだと、正直 EP 持って、クラチャンで使った方が僕はいいんじゃないかなとちょっと思っちゃいますね。うん、まあそこはちょっと難しいところがあるんでね、オフェンスを盛るにしてもね。 まあ例えばソックス入れたりとか、まあ、結構しないとなかなかちょっと補えそうではないので、まあ、あとクラブリンクがどうかとかね、まあ、あるんですけどキラーかどうかとかね、まあ、結構そういうのを条件満たさないとなかなか両方生かすというのはちょっと難しいのかなと思いますね、はい、ただまあ2つのスキル構成として使用するなら、まあ、ボランチはちょっとさすがに厳しいのでトップ下か CMF になっちゃいますねはいで向かい手を生かすならさっきも言いましたけどオフェンス値をやっぱり相当上乗せしないと届かないのかなっていう うんまあ、意外と届くかもしれないですけどね、金オフェンス3つとかつけば <laughs>、うん銀、銀、金オフェンスとか、まあ、そっちに全振りするんだったら、無回転もまあ生かしようがなくはないかなと思うので、まあ、もしどっちも生かしたいんだったら、オフェンス値はしっかり持って使う方がいいと思います。ただおすすめは個人的には EP を乗せて、クラちゃん行きかなと思います。はい、じゃ本日最後なんですけれども、川崎フロンターレの立花田健斗選手ですね。 はい。立花田選手はスキル構成はいいですね。ガーディアンとインターセプト、組み合わせ文句ないですね。まあ、使用するならどちらでも、はい、使えます。CMF でもいいし、ボランチでもいいと思います。はい。で、クラちゃんがガチなんですけど、まあ、これもどっちでも使えますね。まあ、これは典型的などっちでもいけるタイプだと、個人的には思うので、まあ、EP をつくんだったら、まあ、しっかりクラちゃんで使ってあげて、まあ、ガチセンスね。 ま、ディフェンス強化とか、スキル強化とか、まあ、そういうのをつけるんだったら、まあ、スタミナとかで見えるし、そういうのをつけるんだったら、まあ、リーグでも全然いけるのかなと思います。で、まあ、能力値がちょっと低いのかなと思いがちなんですが、まあ、ブースト乗っけて、まあ、キラ持ってんのはキラも乗っけて、とかやると、95、1050、1050の、まあ、1200ぐらいいくんかな。キラ、キラだったら1200ぐらいいくんじゃないですかね。うん、キラじゃなかったら 1,、1100、 まあちょっとぐらいかな。うん。1100ぐらいかな。はあると思うので、まあそれだけでまあ残り3センスとかでどうにかできそうな数字ではあるので、もうここははい、センス次第だと思うんですけれども、まあ選手次第では十分に硬いボランチとして使用可能かなと思います。まあなので、まあどっちついてもいいですよね。うん。EP つくなら。 はい。まあ、どっちでもいいと思います。<laughs> ま、個人的にここも当たりの、はい、一枚だと思うので、まあ、結構おすすめですね。はい。まあ、今までの立花の選手の中でも一番強いかなもしかしたら。強いのかもしれないですね。はい。はい。ということで、今日パート1、ちょっとゆっくり解説していきましたけれども、いかがだったでしょうかまあ、わかりやすかったらいいんですけど、まあ、ちょっとえ、なかなかね、ちょっとね、評価難しい選手も今日いたんで、まあ、ちょっとなかなかね、ストレートには表現しにくいような、 とかありましたけどもまあ皆さんにねうまく伝わればいいなと思うのでまあ、もしわからないこととかあったらコメント欄とかえツイッターっての DM でもいいのでまあ、どちらかで質問の方よろしくお願いしますということでねじゃあパート1はこれぐらいにして終わりにしたいと思いますご視聴ありがとうございましたこれで失礼しますバイバイ